もっとベル様のお役に立ちたいな。よろしくお願いしますね。お、ベル様。あれ、リリー。今ヒスティオ様はどちらに。え、神様ならアルバイトに行っているけど、うん、よし。ベル様、実はですね、少しお願いがありまして、明日リリのレベリングに付き合っていただきたいのですが。え、うん、それは構わないけど。あ、じゃあベルフとミコトさんにも声をかけて。ああ、いえいえ、それには及びません。お二人ともお忙しいみたいですし。え、そうなんです。ですから明日はリリとベル様だけでお願いします。うん、ではよろしくお願いします。うんうんうん、やりました。ヒスティア様の目を盗むことができました。これで久々にベル様と二人きりで探索。うわー、明日が楽しみです。なんであなたがいるんですか。お二人がレベリングに行かれると聞きましたので、私もぜひご一緒させていただきたいとベル様にお願いして。ベル様に口止めをしておくべきでしたか。リリー、なんでもありません。それより早くレベリングに。うん、じゃあ行こうか。さあリリー、今日はレベリングついでに接近戦の立ち回りを手取り足取り教えていくからね。そんなベル様、手取り足取りだなんて。ほら、もっと近づかないと教えられないよ。リリったら、何を恥ずかしがっているんだい。今ここにいるのは僕と君だけなんだから。そう、僕と君だけの秘密の特訓をもっともっと楽しもうじゃないか。はい、テル様みたいな感じになると思ってたのに。倒した。春姫さん、当たってません。油断しないで。闇に武器を振ってては当たるものも当たりませんよ。先ほどはすみません。結局ベル様に倒していただくことになって。いえ、気にしないでください。何かあった時のために僕がついているんですから。そういうのはリリが言ってもらうはずでしたのに。じゃあもう少し奥に行ってみましょうか。あ、ベル様お待ちになって。キャッ。ああ、ゆで、春姫さん大丈夫ですか。申し訳ありません。ベル様、勢い余ってしまって。で、殿方の胸板。春姫さん、春姫さん、しっかりしてください。何なんですか、この幸せスケベエロキツネは。
転んでしまって。大丈夫ですか？足元にも気をつけてくださいね。あとそろそろ離れてもらって。アル姫様、ちょっと来てください。はい。さっきからベル様に近すぎます。あまりベタベタなさらないでください。いえ、そんなつもりは。つもりはなくてもダメなものはダメなんです。いいですか、ハル姫様。あんまりくっつきすぎないようにベル様とは適切な距離を保ってですね。あのリリー、どうしたの？何か怒ってるみたいだけど。ベル様はあっちに行っていてください。今は超重要な作戦会議中なんですから。はい。そもそも春姫様は日頃からですね。この音、壁からモンスターが。春姫様、下がってください。ファイヤーボルト！二人とも大丈夫？はい、なんとか。ハル姫さん？いえ、すみません。驚いてしまって。ベル様、ありがとうございます。それに、リリ様も。おや？別にリリは何も。モンスターを倒したのはベル様ですから。ですが、とっさに守ってくださいました。急にモンスターが出てきたので驚いて攻撃しただけです。それでも春姫は嬉しゅうございました。本当にありがとうございます。別に同じパーティーの一員として自然のことをしただけですから。よくわからないけど仲直りできたみたいだね。ああ、もう何なんですか、お二人とも。ある。よし、抜けているものはありませんね。不備がないように確認は怠らないようにしないと。次の探索では少し隊列の組み方を変えましょうか。リリがしっかり後方支援しないと。ベル様のおそばにいられるなんて幸せです。これからもずっとおそばにいられたらいいな。またベル様が女性とお話をしてました。ベル様はお優しすぎるんですよ。まったくもう、そこがまた素敵なんですけどね。はぁ、探索の回数も増えて少しずつ収入が増えてきましたね。ですが、油断大敵、バリスは有限。無駄遣いはしないようにと皆様にもお伝えしておかないと。ベル様に褒められました。リリのサポートにいつも助けられてるよって。やっぱりベル様ですね。ベル様はどうしようもなかった私でも見捨てずに救ってくれました。あ、改めて言うと照れちゃいますね。言うことを聞いてくださらない人が多いとか。あ、そう、ベル様みたいに。ベル様も危険を承知で行動したりしますし、
でもベル様はそこも魅力なんですよね。